はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。でその前にねこういうコメントもらったんですよ。ピオキングさんどうやってトロールコース探してるんですかって。まあその探し方なんですけど、まあなんかね詳しく探すがあるじゃん。ここの欄なんか上に4つぐらい5つか5つぐらい欄があると思うんですけど、ここで探すを押して、まあ人気が高い順、そしてね難しさをねいつもとても難しいでね、まあ探して、でこのタグの欄からあの謎解きだけでまあチェックを入れて OK ってしたらですね、まあ大体トロールコースが出るんですよ。まあこんな感じかな。まあこれでですね適当に探して遊んでってます。はい、それじゃあですねこのコースなんかね白い旗立ってるじゃん。もうやった覚えマジで記憶に全然ないんですよマジでなくって、いつやったのみたいな。トロールジャブなんかあの国旗どこかわかんないんですけど、ドイツかな、なんかドイツっぽいね。それじゃあ早速やって、あぶねあー来ないんだ。あ、まあ最初の頃はな引っかからなかったね。まあ引っかからなかっただけまだよしとしましょう。そして次は上かな、こっち行ってみる。上なんもないね。じゃあ左かな、左はいけないね。なんかオンオフが変わってないもんね。今パックンが出てきたあの土管に入ってみようか。ここ入ってみるね。多分ここの土管しかもう行くところないし、でこれかな、ハテナ叩いて、あはいじゃあ一旦もう一回ここでパックンを出して左行ってみる。左行ったらオンオフ変わるみたいな。これ多分ねパックン出してすぐこっち、多分これでオンオフが変わってる。おお来た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 、これで合ってんのか。そしてこれどうしよう、上行く、うーわここなんかありそうだよね。でも行ってみます。いや大丈夫、まだ左がある。これうわあのキノコ先に取らないけんのか。それじゃあこのキノコ取ります。このキノコ取って、そしてここ叩きます。多分これでいい。そしてこのまま上上がっていいかな。一回ここなんか出たよね、これ出しておこうか。出しておいて上に行こう。いやなんもねえ。これ叩くのかな、このハテナブロック叩いての、うーいやまだいける、いける、いけませんね。それじゃあこれ叩いたら右上に速攻逃げる、ここ多分これでいい。そしてこのまま右行こう、多分これで合ってるでしょ。オッケーオッケーオッケー、うわぁ悩ましいここで悩む時間くれよそれじゃあここ走っていきます、走っていく、オッケー、これでいい。これ下行ったらなんかあるみたいな感じでしょ、多分これで合ってる。ちょ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 なんもねえ、もうここ行くわ、ここ壊します。あれあれ、あ、いや大丈夫、この爆弾を壊してすぐこっち、嘘マジかよ、ちょちょあのパウをブラッパが押したらさ、多分あの砲台の隙間に入らないけんっぽいね。で P 押したらここ、多分これでいいんじゃない。ほらほらほら待って、オッケーオッケーオッケー、多分これでいける、いけるいける。そしてオンオフしよう、オンオフをしてドアに入る、多分これで合ってんじゃない。ほらピンポン言われてる、はっ、いやわかったわかった、キノコ取ったらダメなんだね。いやみんなわかりましたかね、今多分わかった人は天才だよっていうことでね、多分僕天才だと思うんですよ何言ってんだろうね。じゃあここね、キノコを出しておいて、多分ここ取らないみたいな感じ、多分ここでキノコいける、ほい、そして左に行ける、こういうことでしょ、多分これでいいと思うんですよね。いやっていうかこれしかない、そろそろ中間ポイント欲しいな。ちょっと待ってくれって、はははえ違うの、なんて書いてる、WRONG ピペ、全然意味わかんない。あのウォロングパイプっていうのをねググった、もうマジでわからないからそしたらね、なんか違うパイプっていう意味らしいんですよね。違うパイプっていうことは多分ここに入らないといけないっぽいんですよね。左のここのパイプじゃダメっていうことが分かったから、次こっち入ってみるわ、多分今度こっち行けるようになってんじゃない。ほら来た見た、見てこの謎解きの明示、
さ、これは舌だね。舌しかない、舌しかないんですけど、どうしよう。ドアに入ろっか。いや、ドアじゃないね、きっとこれ舌だね。舌行ってここ、おお、うそボーンじゃねえよ、ボーンじゃ。じゃあここドア入ろう。ドア入ります。ドア入ったら、うわ、中間ゲット、オッケー。そして、そして、あれ、太陽がいるけど、この太陽一回避けよっか。避けたら、あ、なんもなんないね。ちょっともう一回、じゃあドア入って、ファイヤーボール手に入れたしね。あら、うわ、多分これ、このファイヤーね、あの、おとりかもしんない。一回これやられていいみたいな感じじゃない、中間取ったし。で、やられてチビになって下に行ける。やっぱりそうじゃんねやばい、トロールのやりすぎで私なんかトロおい、バレなんかトロールのやりすぎでちょっと賢くなってきてると思ったらすぐこれね。いや、難しいね、やっぱ。そしてこれ右ね、これ、右、オッケー、逃げよう。そして今度はうわ、なんもないな。これバネ押したら左逃げます。はい、あら、うわじゃあどうすりゃいいんだこれ。バネ乗って、ちょっと待って、怖え、これ、めっちゃ怖いね。あ、わかった、これバネ乗って左まで、あの恋のところ3つあるじゃん、あそこまでジャンプみたいな、そう、こんな感じ。よっしゃ。で、どうしよう、これ下に降りよっか。一回下降りますね。あ、このまま行けるのか。で、これは走ってジャンプしろみたいな感じね。はい、よし来た、もう一丁、はい、オッケー、うわもうほんとなんこれ。いや、いいよ、取れ高最高だよ。もう楽しいね、さすがに。こんだけ騙されまくったらさすがにもう笑っちゃうしかないね。で、なんかよくあるんですよ、コメントで、ピオキングさん M なんですかって、トロールコースでやれまくって M なんじゃないんですかって言われるんですよ。今左上爆弾いたね。さあ今度これは、うわわかんねえって、それは。いや、多分僕ね M じゃありません、きっと。そう信じたいね。うー、さっきのねトゲコンボ来るもんな。まあ別名ドリルネジ。さあ逃げよう。おっ、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 あ、叩いてよかったんだ。で、上行くわ、上行きます。うわ、なんかある、見えました、これ、こっちですね。で、叩く。で、右、多分これが正解なんじゃない。どういうことでしょう。上に枯葉っぽいのがあるんですよ。枯葉取ってここまで来いみたいな。あ、出てきた、出てきた、出てくるんだ。枯葉取って今のところまで行けみたいな感じで、ね、オッケーオッケー。いや、ちょっと、うわ、危ねえ危ねえ。オッケーオッケー。で、ここでジャンプ、うわはいもうほんとスカン。なんこれ、なんこのコース、大好き。ちょっと一回出しておくわ、これ出しておこうね、怖いんで。で、ここしゃがんでからのこう、そうそう、多分こうやっていかないけん。で、ここでドア入る。なんで、さっきまで変わってたじゃんこれあれかな、ここな、なんか孔明を出したらいけんのかな。それで行ってみようか。そしたらオンオフ変わるみたいな。あら、うわ、危ねえ。あ、なるほど、今度はそうやっていくのか。そしてここだね。話が違うじゃねえかもうこのまま行きます。多分これで合ってる。いや、これで合ってんのか。パックン立って下に行ける。あ、行けるね。こっちが正解かな。そして上行く、これ。うわー、なんか出てきた。まずい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 。ここすぐ上だね。上に逃げる、上に逃げて、うわうわ、ビビった。これで右行っていいでしょ。めっちゃビビった、今もうこの子倒さないけんみたいな。そんなんないよね。ほ、いや、多分ないね。じゃあ右に行きます。あのチョロプーがめっちゃ気になるな。そしてこれ叩いて鉄球が出てくると思うんですよね、絶対に、絶対出てくる。なんで右上に速攻逃げます。ほ、こっち、こっち、うわははは、やるなやるすぎ、マジでやるすぎ。このコース、ここ左下に逃げれば大丈夫そう、多分ここでいい。で、このまま降りてって、
うわどうしよう、これなんか出そうじゃない、この土管バネとか大丈夫。うわどっち、右下って書いてる、右下なんもないね、なんもないと見せかけてここ多分なんかあるでしょ、ここオッケー、ほらほらほら見た、多分これで合ってる。そしてこれはどこに行けばいいんだろうね、このまんま左上に行こっか、左上に行きます。あ、なんもないね、じゃあこの上に行ってみようか。あ、中華ポイントゲット、オッケー取れた、嬉しい。ちょっと土管ありすぎなんだよな、どれか入、あ、どれも入れないのか、じゃあドア入るか、で、で左で溶かしてで降りる、このコインの通り行きます、私信じます、このコインを、コインは私の味方です。なこれ UR セルフ、ちょっと意味わかんないね、なるほど、やられろってか、自分でセルフ的にこうやられろってか、めんどくせえな、やっとやっと3回繰り返した。これあれ、さっきチェックポイント取ったよね、なんでチェックポイント取ったのにこっからなんだろう、まあいっか、多分ねここチェックポイント取ったらいけんかったっぽい、ということでね、多分このチェックポイント取らんでこのドア入るじゃん、そして右に行くんじゃない、多分こっちだよね、これでいけるっぽいんですけど、うわははははは、待って、マジかよ、あ、いやいやいや、あ、待って、なんこれさっきと違うね、ここで速攻上入ろう、で次は、うわこれは上に行かんように、上どうして行けねえか、このまんまジャンプして右に行きます、右に行って土管入ります、はい、あ、土管入れんね、で、でこのまんま、ちょ待ってね、このツタに登って上に行く、もうこれしかない、これしかないんで、そしてこのドクロコースターに乗った瞬間ちょっと降りるね、降ります、私わかった。これね、一回当たってもいいからね。こう、上に行けみたいな感じね。いや、わかんねえよ。あ、いや、入れんや、ドア入れんや、ちょっと待ってくれって。嘘でしょ。え、これどうやってやられんの、だるまさんが転んだ。じゃあ、これどうすればいいんだろうね。一回当たって、このまま右？オッケーオッケーオッケー。こんな感じか。で今度はオンオフが変えれんっていうか、まあ上上がれたね、そしてこのドクロに乗っていきます、そしたらここが壊れます、きっとこの右のあれが壊れます、うわうわー、なるほどね、よくできてんな、これこれ一回さこう当たってでこのチタ登ってこのスカル、そしたらね、あのパウが降ってくると思うんですよね、ほらほらほら、そしてね叩く、でこれはドア入れたっけ、入れた、よし来た、これでもうそろそろゴールあってもいいと思うんですよね、これ左じゃない、ねこっち、うわ入れんか、上に行こう、上に行ってオンオフをして左、うわ危ねえ、うわ今絶対危なくなっとったんだよ、あはは待って危ねえ待って、もうゴールあっていいよ、そろそろゴールあっていいよ、さあここで、うわビビッと、これは靴踏んでいこう誰がやってくれるんだ、今度は誰、誰も来んね、あ、そんじゃここ一回上に行って多分ここで、そうこの靴が出てくるでしょ、靴クリボーが、そしてこのまま右、多分これで合ってる、あ違う、これヒップドロップか、ちょっと待って、これ絶対ダメなやつ、やっぱオッケーよしよしよし、でここで脱ぎ捨てて右に行く、多分これで合ってる、あれ待って
分あの上のブラックパック来る感じでしょ。早くこういうところで死にたい球、こんな感じですか。なんかいつもさ全然違う感じの死にたい球ですけど、今日はこんな感じですか。もう早く降ってきて、雲はいいか。あ、え、合ってんのこれ。あれ、この下の土管入ってみよっか。おお、クリアじゃん。いや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 、まさかクリアとも思わなかったよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。